元堀たちは明珠庵から商家は1年も前にこの世を去ったと聞き、急ぎ引き返したのでございます。ひどい病に倒れた商家は愛する人の帰りをひたすら待ちわびて死んでゆきました。その恋人こそ明珠庵その人だったのです。病魔に取りつかれた商家を倒した明珠庵、それは七聖士の一人三つ掛けなのでございました。自分は七聖士名で三つ掛け、今の力は治癒力だ。1853年、日米修好通商条約鎖国の終わり。1858年尊王攘夷運動を言い直して。こんな朝っぱらから大声で騒がないでよ。あんたが静かなのって食べる時だけね。しょうがないもん、勉強ってのは声に出した方が覚えるんだよ。こう見えても受験生なんだから。なんかよくわかんないけど疲れてんのよ、私たちは。長江で見つかけを見つけてから七聖士の残り一人を探してここんとこ 4,5 日歩き回ったけど、その鏡もちっとも光らないしね。壊れてるんじゃないの？ダメよ、そんな弱気じゃ。あと一人じゃないの。ネバーギブアップ。ネバーじゃなくて寝てえのよ、静かにしてよ。ん？ここに。うるさい。ねえ、本当だってば、笛の音がしたんだよ。おい、見つかけ、気ぃついたか？いや。虫の声と間違えたんじゃないの？うん。宮川が聞いたのなら、本当に笛だったのだろう。お、なんや、村が見えてきよったで。玉褒めの村だ。あら、本当。久しぶりね。ここでチチリを見つけたんだよ。だは。玉褒めの家族にも会ったんだよ。妹や弟や病気のお父さん。そうだ、見つかけ、ちょっと来て。 あの先生は巫女様。はあ、やっぱり巫女様だ。中英君、どうしたの？父ちゃんがすごく苦しんでるんです。お医者様のところに行ったんですけど、留守で。巫女様、助けてください。坊主、家はどこだ？かなり衰弱してるな。お願いします、助けてください。大丈夫だよ、十英君。これは、これでもう大丈夫。完全に病は治った。ありがとうございます。なんとお礼を申せばよいか。見つかけ、少し休めば治る。この力は体力を使う。一日一回が限度だな。あの、これお金。そんなもんはいらん。
それより生きのいい魚でも父さんに食わしてやれ。こいつの分もな。はい、すぐに。ここに玉褒めがいたらどんなに喜ぶか。猫様、どうして兄ちゃんはいないの？寝たふりすんな。ここが玉褒めの実家。こんな質素で汚くてウルトラ貧乏な一家がこの世に存在するとは。こんなどん底の生活の庶民を救うためにも皇帝として良い政治をせねば。どうした子供？お姉ちゃん、お兄ちゃんのお嫁さん。私は男だ。だってあんまり綺麗だから。貧しくてもとても正直で良い子だ。お医者様、魚を取ってきました。すぐ料理しますから。玉褒め？違います、シュウエイです。ごめんね。さすがは兄弟だな。髪型を合わせると似ている。この魚川から取ってきたの？玉褒めの稼いだお金は？ダメですよ、むやみに使っちゃ。残高を計算しつつよく考えないと。お金に細かいとこまで似てるわ。本当に似てる。玉褒め、残り一人チリコはどこにいるんだろう。早く見つかれば玉褒めに会えるのに。宮川、できたわよ。はい。見つけたぞ、スザクの巫女。俺、動いちゃダメだよ。ひどい怪我なんだから。5日間も眠り続けてたし。お前、じゃあずっと看病しててくれたのか。ありがとな。うん、うん、そっか、5日もか。宮香、どうしてるかな。流行り病なんて大丈夫かな。クソ、中子の根性悪野郎。こんな傷でなかったらすぐにでも。なんで、あ、なんでそんな目にあってまで宮家のこと心配するのよ。あんな子のことなんかほっときゃいいじゃない。ゆい、ゆい、あなたが好き。ゆいちゃんはあなたのことが好きなんだよ。お願い、ここにいる間は宮家のこと口にしないで。私、あなたのためなら何だってするから。ゆい、お前。ゆい。宮家、早く寝なさいよ。明日からまた七星探し頑張らなきゃいけないんだから。ねえ、コウモリって人を這うの？コウモリ？大丈夫、普通のコウモリは寄ってこないわよ。あれは人間には聞こえない超音波を出して、それが物に当たって跳ね返ってくるのを聞き分けて飛んでいるの。それが正常な限り大丈夫よ。人間には聞こえない音か。今朝の笛みたい。またあの笛の音だ。塗り子、塗り子起きて。ほらこの曲。何よ、何にも聞こえないわよ。私にだけ？私人間じゃないのかしら。あ、止まった。Yeah!
変だ。普通のコウモリなら寄ってこないはず。まさかまた誰かが私を狙って。だとしたら中英君たちに迷惑がかかる。どうした、ヤカ。なるべく遠くに離れなきゃ。タスキ頼む。レッカーシーン。もういったや。これやったらなんぼやったもキリないで。誰かが私を狙ってる。不当国の手先。行け、コウモリたち。スザクの巫女どもを食い尽くせ。自分からぶつかっている。どういうことだ、これは。やめろ、母様が。あの笛の音。この笛の音で気を送り込んで狂乱させました。もう大丈夫です。ちょっと、あなた大丈夫？しっかりしろ。ん？何これは。朱雀七星子なのね、あなた。俺チリコと言います。この近くの村に住んでいたけど、苦闘国の奴らに襲われて。焼け出されて一人生き残ったのか。もう大丈夫や。とりあえず玉褒めの家に戻って。最後の一人が見つかった。全員揃ったんだ。これで玉褒めを迎えに行ける。そしたら朱雀を呼び出して、ゆいちゃんとも元通りになれるんだ。元通りに。そうか、ついに朱雀七星子が揃ったのか。今のうちにせいぜい喜んでおくがいい。ゲームはこれからだ、朱雀の巫女。翌朝、朱雀の巫女たち玉褒めの家族に見送られ江南国へ旅立つ。じゃあみんな元気でね。巫女様も皆様どうもありがとうございました。朱雀七星子が全員揃ったなんて、なんだか信じられませんわね。うん、でもよかった。お姉ちゃん言っちゃやだ。ユイレンちゃん。こら、ユイレン、巫女様に失礼じゃないか。だってお姉ちゃん、お兄ちゃんのお嫁さんだもん。だからずっと一緒にいるんだもん。ユイレン、離れるんだ。やだやだやだ。チリコ。混乱させてどないすんねや。寝ちゃった。今のは催眠効果のある曲です。きっといい夢を見てると思いますよ。安心して、ユイレンちゃん。お兄ちゃんはもうすぐ帰ってくるよ。七人揃えば朱雀を呼び出して願い事ができるんだ。この国を守ってくれるように。ユイちゃんと元通りになって一緒に高校に合格できるように。だあ、
あ、みんな早く帰ってきてほしいのだ。陛下。なんだ。ただいま、朱雀の巫女様が朱雀七聖子を従えてお戻りに。皇帝陛下。お帰りなのだ。ただいま。なんやあれは。七里よ、私たちと同じ七聖子の一人。すっごいな、宮廷に入れるなんて。そういえばさっきからほとほりの姿が。ほんまや、どこ行きよってんあいつ。あんたたちまだ気づかないの？あの方はね。良いのだ、塗り子。陛下、ご無事で何よりなのだ。皇帝陛下。さて、どうすれば玉褒めを連れ戻せるかだが。どないしよう、えらい口聞いとった。そう固くならずともよい。一緒に旅してきた同じ七聖子だ。問題は玉褒めだけではない。敵国に奪われたままの朱雀の詩人天地書も取り返せねばならぬ。朱雀を呼び出す儀式は少しなら覚えているが、詳しい方法はあれに記されているのだ。戦にならずして脱会するにはどうしたものか。私が行く。私が苦闘国に玉褒めを迎えに行って朱雀の詩人天地書を取り返してくる。やか、何を申すのだ。詩人天地書を取られちゃったのは私の責任だもの。しかし、オイラがついていくのだ。ただし今から玉褒めくんとじっくり段取りを相談した方がいいのだ。今から玉褒めに相談。あなたが好き。まいったな、こういうのは初めてだ。異世界の女って積極的だな。あんな子のことなんかほっときゃいいじゃない。でも親友が病気で大変な目に遭ってるってのにあんな言い方するのか。女ってわからん。玉褒めくん、玉褒めくん、聞こえるか玉褒めくん。これは朱雀七聖子の木、やっと動き始めた。術でお互いの姿を見せ合って話すようにするのだ。迎えに行く段取りを決めるといいのだ。あ、宮川。声をかけなくてよい。やっと玉褒めに会えるのだ。二人だけにしてやろう。なんで？俺はてっきり宮川皇帝藩とできとると思っとりましたで。あ、もしかして三角関係。わあ！デリカシーのないやつはほっといてまいりましょう。よかったな、宮川。朱雀の巫女、玉褒め詩人天地を取り戻さんがため七里の術によって玉褒めと会う。うん、女の子は支度が遅いのだ。玉褒めはさっきから待っているのだ。ごめんごめん。よっと、この屏風をよく見るのだ。少しの間だからしっかり話すのだ。こんな
してるんだ。恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私だ。嘘よ嘘、あなたかけてくるときめきの なに拒み続ける玉褒めに、ゆい様はご自分の本当の気持ちを打ち明けました。初めて会った時から好きだったと。ゆい様の愛は決して報われることのない愛でした。ですが、全てを知った上でなおゆい様は玉褒めの愛を求めたのでございます。次回、レンボの罠、偽りの愛に我が身を委ね。